学びってなんだろう。研究をやってるとですね、失敗っていうのは日常茶飯事です。実際の実験がうまくいくことの方が少なくて、仮説を磨いていくことがサイエンスの最終的なゴールでもあるわけですよ。世の中分かってることばっかりだったら逆に何もワクワクしないですよね。ワクワク、なぜ人は眠るの？怖いはなぜ娯楽になるの？宇宙からライブパフォーマンスをするとしたら、蛍の光が作れるってどういうこと？凍っても美味しいのはどうして？なんで？どうして？こうした大きな問いこそが学びの出発点です。大きな問いに挑むときに湧き上がる感情がワクワクです。ワクワクを軸とした新しい学びが一人一人の探求を加速させます。自分なりの答えを探し出すその意志が未来への扉を見つけ出します。やっぱり世の中にわからないこと、生きづらさとか社会のまだ良くない部分っていうのがあって、自分なりにどうしていけばいいのか、その過程の中でいろんな得た学びとか気づきとかを共有して、まあ、人生社会をより良くしていこうっていう、まあ、探求のプロセスっていうのが学びなんだと思います。探求のヒントとなる題材、切り口やテーマ、考え方やアプローチの方法など、ブリタニカの教材はテーマを象徴する魅力的な映像や分かりやすいコンテンツを軸に構成されています。皆さんのワクワクをより一層刺激します。日々の生活、地域や身近なものとつながりの深いテーマから、宇宙規模のスケールの大きなテーマまで、ラインナップも多種多彩です。今できないだけであって、必ずいつかはその原理っていうのは科学的に解明できるはずだというふうに信じています。何ができるっていう可能性の枠を決めるのも自分です。その道のプロフェッショナルが挑戦し続けている問いはもちろん、学ぶ姿勢、日々の考え方や感じ方など、先駆者たちのリアルなメッセージにも触れることができます。研究者の方々が最先端で取り扱っているもの、それに取り組んでいる方々の熱い思いですとか、挑戦を見せるのが一番子どもたちワクワクすることなのではないかというふうに思っていて、できるだけ今旬で、しかも先生たちすらも悪戦苦闘している姿を見せることで、こういうのは本当の学びで、皆さんにも取り組んでほしいというメッセージとして伝えたいなというのは思っています。課題を自ら見つける力、物事をさまざまな角度で捉える力、新しい価値を創造する力、協力しグループで作り上げていく力、目まぐるしく変化し続ける世界に必要不可欠なさまざまな力が、ワクワクする体験の中から得られます。学びの主役はあなたたちです。ここでの学びが未来への礎になります。ブリタニカのコンテンツで探究の第一歩を踏み出しましょう。